こんにちは、平山茂と申します、私はですね、普段、見ての通りこの軽自動車のバンに乗ってですね、配送の仕事をしております。軽貨物の配送業を営んでいるわけなんですけれども、こうやってですね YouTube をやっております。 YouTube で何をやっているかという話なんですけれども、毎日ですねただただ大丈夫だよっていうね、見てる人に大丈夫だよ大丈夫だよってずっと言ってるっていうね、ただそれだけの YouTube をずっと毎日配信してるんですね。いや、よろしければねこのままチャンネル変えずにご視聴いただけたらなと思います。で今日はですね、12月13日日曜日のね、まあ、今午後3時ぐらいということなんですけれども、まあ、今から何するのかっていうとですね、今日私はまあ、お仕事はお休みなので、ね、日曜日ということでちょっとお休みいただきまして、まあね、いつもの大丈夫だよっていうのをね取りにあるところに向かっているわけなんですけれども、あるところとは神宮外苑イチョウ並木でございます。この神宮外苑のイチョウ並木というのはですね、まあ、東京港区青山というんでしょうかね、住所的には非常にねあのイチョウの並木が素晴らしくこう整備されておりましてですね、本当に素晴らしい景観なんですね。で僕は結構好きでこの場所が東京の中でも結構トップ3に入るぐらい好きな場所と言ってもいいかもしれません。非常に綺麗なんでね、その景色をちょっと皆さんと共有できたらいいなというのと、ちょうどね季節的にこの秋からね、冬にかけてこのイチョウがまたいい色に色づくわけですね。そしてこの落ち葉というんですか、この落ち葉でこう地面がね黄色に染まるわけです。それがねまたいいんですね。そこをまた歩いたりするのがぼーっとしてるだけで本当にいいんです、うん、っていうのはねちょっと撮ろうと思っておりますので、まあ、言ってる間にもう着くんですけど、ね、交差点は青山2丁目でございますね。さあこれを左折すると見えてくるのがこのイチョウ並木でございます。イチョウ並木、さあ素晴らしいですね。いや本当にねここはあれですよ、結構ドラマでもね撮影で使われたりしてて、最近のドラマはちょっと私わからないんですけども、さっきね調べましたら唐沢さんが出てるね愛という名のもとにとか、101回目のプロポーズとかね、あと29歳のクリスマス、そんなドラマで使われているみたいでございます。ということで、ちょっとですね車を降りてちょっとお散歩したいなと思います。でもう半分以上落ちちゃってますね、あの葉っぱがね。でもうちょっと早かったらもっとこういい感じのいい感じの絵が撮れたんじゃないかなと思いますけれども、とりあえずちょっとねお散歩でもしましょうかね。引き続きご覧ください。
立競技場ですね、新しい。白いフェンスで覆われてるんですけど、これはまだ完成してないってことなんですかね。本来ならもうオリンピックがね、もう終わってる時期なんですけど、まだ白いフェンスで覆われておりますね。どうなるんでしょうか。いや、しかしイチョウ並木良かったんじゃないですか。他のね、 YouTube であのイチョウ並木って、まあ、神宮外苑イチョウ並木って検索すると、本当にね 4K の動画とかで撮ってくれてる人がいっぱいいるんでね、ぜひそちらで動画で見たい方は見ていただいて、僕のはもうあくまでねダイジェストみたいな感じでね、あくまで僕は言いたいのは大丈夫だよっていう、ね、大丈夫、ああこんだけ平和なんだもん、日本はすごいよ、うん、大丈夫、いや大丈夫です、本当に大丈夫、うん、いや本当にいい国にね生まれてますよ日本人は、うん、まあそうやってね思えない環境で生きてる方もいらっしゃるとは思いますけれども、私の目線から言うとですね、私自身もそうですが、決してね裕福な暮らしはしておりませんけれども、幸せを感じております。本当に大丈夫だ、大丈夫、いや本当にね、こう人がねたくさんいらっしゃって、まあそれぞれのね皆さんどういう思いを持ってこう来てるのかなと考えるとね、もうニヤニヤしちゃうんですけど、写真撮る人もいればね、記念写真撮ったりとか、結構年配のねご夫婦が三脚立ててね写真を撮ってたりするとね、なんかね本当にね愛おしくなりますね、走ってるね、走ってる人見て、平和だ、大丈夫、これは大丈夫だということでね、今日は神宮外苑のイチョウ並木をね主にぐるりと回っておりますけれども、そして大丈夫、本当にね、大丈夫です、大丈夫だから、そんなことを毎日私は言っております。これからもよろしくお願いいたします。明日もね大丈夫って言っていきますから、ではまたお会いしましょうかね、気が向いたらまた平山茂のこのチャンネル来てください。無理強いはしません。よかったらねチャンネル登録気が向いたらしてもらってですね、ということでまた明日会いましょう。大事なこと言うの忘れてた、明日からまたお仕事始まります。月曜日からまたお仕事という方、本当にまた頑張りましょう、一緒に気合い入れて頑張りましょう。もう12月も残りわずかですがね、忙しくなってきてる方もまたいい年が迎えられるようにちょっと頑張っていきましょう。残りわずかです、一緒に頑張りましょう。それが言いたかったんです。大丈夫、大丈夫だから、ではまた明日、おやすみなさい、おやすみなさい。